スポーツファンの皆さん、こんばんは。亀山つとぶです。こんばんは。NBS アナウンサーの亀井マリオです。はい。そして今日の亀とは。神戸製鋼コベルコスティーラーズアンバサダー大畑大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もチシンプイプイのスタジオから駆け足で上がってきてくださいました。はい、今日は本当駆け足でした。<laughs> <laughs> はい、今日ご飯、ライスコロッケかなんかでしたっけライスコロッケと、あの、ブリのみぞれ鍋ですね。お腹いっぱいです。そうやな。<laughs> はい この季節うちまわせしながったら見てますかね、我々ねもうそのほっこりしたので、ちょっと今日は上がってくるの遅れました <laughs> <laughs> でもほっこりの反対で、寒さがいよいよ厳しくなりまして、<はい S 1> 亀山さん、ちょっと風気味、ちょっとですけどちょっとですね、<うん S 2> この土日、野球教室やってまして、土曜日、和歌山で、紀の川の方ですね、風がピューピュー海の方から入ってきますやん、<はい S 2> 和歌山と山と山の間なのでね。<はい S 2> ね で昨日はあタイガースジュニアの練習で舞島ビューッと風強いとこばっかりですね <laughs> これはもらうぞと思ってやっぱりちょっと喉おかしになってきましたね寒さがね、えー、だってもともと野球は完全オフですもんねこのシーズンは12月っていうのはそうですね、うん、でやっぱりこう ガンガン昔ほど走れるよね寒なったら走りないんですけど、はいですね、教える側っ結構じっとしてることが多いんですよ <laughs> そうか結構寒いです子供たちほど走れない、まあ、サッカーも完全オフということで、はい、フィールドの今の季節の主役はやっぱりラグビーやっぱね寒くなってきたラグビーですよね大畑さんはもう風なんかこの季節全然聞いたことあいやいやのね引退してからめっきり暑さと寒さに弱くな <laughs> 人間こんなにも弱くなるんかっていうぐらい 現役の時はもう全然大丈夫だ,ったの、うん、だって現役の時なんてあれですよ、本当、20年前の小学生みたいな格好して走る回ってるわけじゃないですか、半パン半袖、<laughs> それがそれが今じゃもうだめですよ、もうなんぼ来ても寒いなと思いますから、不思議なもんですよねでもそのラグビーのトップリーグはまさにシーズン佳境でございまして、はいうん、セカンドステージに入って。 戦戦を昇華していますす熱戦中ですよねぜひそのあたりのことは後半で伺いたいと思います、はい、そして年末には高校ラグビーも開幕ということで合わせて見どころも大畑さんのコーナーでたっぷり伺いたいと思います、はい、さああなた寒さに負けてませんかこんな風にして頑張ってますスポーツしてますあるいは観戦してますというようなお便りでも結構ですメールお待ちしています atmarkmbs1179.com カメトモアットマーク MBS1179.com でお待ちしております。番組の公式ホームページにもメールの送信ホームがあります。読ませていただいた方には、 お正月年末年始もやっぱりこれ美味しい亀友明石のりを差し上げておりますまた番組のホームページには年末12月30日の特番亀友大スポーツマンデーの告知も、えー、そこに加わることになりましたので合わせてご覧いただきたいと思いますはいそれでは7時までよろしくお願いします 最初のコーナーは、亀友スポーツジャーナル、先週から今週にかけてのスポーツに関する話題について、亀山努さん、そして今週の亀友大畑大介さんと話をしてまいります。はい、まずはこちらから、オフも熱いプロ野球、楽天ゴールデンイーグルスの日本一で幕を閉じたプロ野球ですが、オフシーズンもさまざまな話題が入ってきています。でやっぱりこの季節は契約更改のニュースが多いですね。阪神タイガース 新井貴弘選手お兄ちゃん36歳が契約公開交渉に臨み3年契約3年目の来期の契約を公開5000万円ダウンの推定金額2億円でサインをしました思い起こしてみれば昨シーズンのオフは痛みで満足に右肩を上げられない日が続きましたが11月上旬福岡県内の病院でメディカルチェックを済ませた新井選手もう完治ですよと笑顔去年より全然状態はいいですねと話しています、うん 来シーズンは野手では最年長になりますが優勝争いはもう飽きました来年こそは優勝したいですと意気込みを語ってくれています、うん、同じく契約公開鳥谷選手も望みました2000万円増の推定金額3億円で単年契約です、えー、FA 権を行使せずメジャー挑戦を封印して結んだ単年契約については 優勝できなかったということがありますしチームの方に必要とされたということがありますのでと話しています来シーズンに向けてはチームを束ねるというか引っ張るというかもう少しやり方を変えていこうかなと思っています ベテランの方たちとも話をしながら試行錯誤していきたいと思いますとリーダーとしての抱負を語りました、うん、亀山さん、具体的にはもう少し自分から声を出してアピールしてということなんでしょうかね鳥谷選手。いいやーどううううでししもも彼に関しててはは声を出して引っ張るというよりはもう ずっとゲーム出続けますのでプレイスタイルでしょうね。どっちかというと声出してやるというその二章角のあたりが役割がいますので、それでうまくこう内野が機能しだしてますのでね。でまあ怪我が治ったライク型が元気になってくれると活気が出ると思いますけど、タバネ方イコールプレイを通じての見せ方引っ張り方ということかもしれませんね。何声出して引っ張ったりしたら結構おかしいなろと思うんですよ。彼の性格それぞれねみんな個性ありますからね。 そしてオリックス・バファローズ、こちらも契約公開のニュースが入ってきています、年末特番のゲストにも、えー、入っています、糸井芳生選手、えー、5000万円増の2億5000万プラス出来高でき高から一発サインです、今シーズンは157安打、ホームラン17本、盗塁33、3つの部門でキャリアハイでした、えー、チームは5位でしたが、看板選手としての活躍が評価されての5000万円アップです。 来年優勝を目指すのに必要な戦力だと言われてやる気が出ましたもう満足していますと微笑みながら語ってくれましたメジャーへの憧れについてうんその辺の話はこのでっかい大胸筋の奥にしまっておきますとスーツをめくり胸筋をピクピクさせながら語っていたということです もともと亀山さんファイターズを出るにあたってはメジャー移籍を念頭に置いてということも言われていましたままあまあそうです、ねはい、うん。ただ、それについては封印とりあえずはということですね、うん、来シーズンについてはホームランですね30発は行きたいですと話しすでに今までより通常よりも 100g 重い 240g の練習球で打撃練習を開始しているということです、うん、これ亀山さん 100g ボールで違ったらだいぶ違いますかね、うん、あ打ってこう 少し重いんで、やっぱり押し込んでいくっていうのをね、うん、昔、さんが、あのカルひろさん、重いボールでティーをしたりしてこう、こう、飛ばす感覚を養ったと言われてますよねかなり長距離を意識しての練習が始まってるということみたいです。うん、そして、先ほど申し上げました、12月30日の亀友大スポーツマンデー、エースの金子千尋投手とともに出演していただくんですが、メッセージをすでにいただいてます。が 亀山さん主力ではお世話になりましたとても楽しかったですあまりうまく喋れませんでしたがもっと頑張ってパワーアップしますまたぜひ呼んでください、うん、じゃあこの後もパワーアップを目指して行ってきますシャキーンと話しましてスポーツジムに契約更改なあ直行していたということだそうです <laughs>、はいね、あの明らかんというか爽やかというかリアル筋肉マンというか本当トレーニングを欠かさない選手です、ね、それでやっぱりねこう,現役はこうなんか 子供っぽさというか、うん、いいですね。<laughs> あんまり難しいこと考えない方が。裏表なくて。ああ、糸井選手だなという感じじゃないですか。うんうん、これがねあの、もっとこう、いい意味でうんちくがガラガラッと入ってるよりは、シャキーンとかね、パキーンとか言ってる方が、糸井選手らしくていいかな。<laughs> ラグビーの選手の中にも、いろんなタイプの方いらっしゃ、はい、いますよ。はいは <laughs> こういうシャキーンっていう人もいや,もうやはり感性で生きている人は感性で生きてほしいなと思いますよね、<ー>は期待を裏切らない、いでもそういう選手の方が、逆にもすごくね、魅力のあるプレーって、やっぱりしてくれますので、はい、っこっちが思ってないようなこととかやってくれますし、うん、それでやっぱりプロかなっていうようなプレーがありますから。うん やっぱりこの糸井選手には常にシャキーンとかバキーンとかそういう言葉をね走ってそうじゃないと伝わらないことってあるりますよもう野球界でもミスター長嶋さんがそうですからそうかパッパッパッてバッと構えてスッとくるのをパンですからね。ほらもう僕も間違いなくそっち側の人間だからそれでも通じるものはちゃんと通じる伝わるものは伝わるオリックス話題もう一つジャイアンツを自由契約になった谷義友選手40歳の獲得を発表し しています8年ぶりのバファローズオリックス復帰です、はい、通算2000本安打まであと79本近年は市場機会になかなか恵まれませんでしたが来シーズンに向けて勝負強い右バッター外野手補強ポイントとしているオリックスバファローズとしてはぜひ獲得したいということで興味を示していました、うん、さらにホークスを自由契約になったウィリーモ・ペーニャ選手31歳の獲得も発表されています 球団を通じてペーニャ選手、力を示すチャンスをもらえて嬉しいです、待ちきれない気分ですとコメントしています、いでほ選手の引き止めには失敗しましたが、うん、いる選手プラス、まあ、確実に計算できる選手を補強しているといった印象ですよね。そううううでですね谷選手はここれれギリギリリどうだろう主力で使うのかな 1>, ってもらって1年間レギュラ使ってもらったらいけるかな79本は2割3分4分足りんかな二割45分のところぐらいを打てればこの辺の本数は出ると思いますけどね記録というのが一つのモチベーション新たに加わってまず、はい、フル出場目指すんだぐらいの気持ちでやってくれればただ左ピッチャーだけとか代打だけとかなってくると2年かかるかなうんうん、うん まあオリックス、まあ、イデホもそうですがバルディスが抜けましたんで結構、主軸組みタイガースですか、<は>バル結局 d n a ですよね、バルは強なるでね強なんだよ、d e <れ>あのむしろイデホを獲得したソフトバンクよりも<え>バルを獲得した d n a の方が確実に守れる打てるサードの補強ということで、うん、大きいですよね。 素晴らしいチームになってくると思いますよホーム、うん、増えますからねたぶん確実に、はい、横浜スタジアムだと狭いですから嫌な感じですねセ・リーグベイスターズまたいやタイガースに強いですからね強い <laughs> 結構ねどこも強いのよ には巨人に弱い癖みたいなね <laughs> DNA の話題というと久保投手の人的保障の権利が阪神にあるわけで、はい、そこをどうするかみたいなニュースも入ってきていますがまた新しい情報が入れば来週にもお伝えしたいと思いますそして新しい情報といえば楽天ゴールデンイーグルスの田中雅宏投手どうもメジャー移籍が一年伸びそうという話ですポ、うん、スティング新しい制度有効期限が3年なんですが上限 球団が手にする入札金の上限が2000万ドルおよそ20億6000万円ということになりまして一時期100億なんて値段もついてたんですが、うんはい、これだったら無理してあの出すよりも1年マー君には待ってもらって、うん、その間に楽天で活躍、まあ、グッズの売り上げなんかも含めて、うんえー、回収しつつで次の年に気持ちよく20億で出したろうかという話もあります。うん 亀山さんこれ、あくまで楽天が権利持ってるわけで、そうですね別にマークに入るお金じゃありませんので、だけど、これを見てると、これ、メジャーリーグになめられてますな、アメリカとの交渉って、非常にタイミングが難しくて、はい、パッと日本側がリアクションすれば、決まってたのが、向こうが、もうそんなごねてるんやったら、僕らいいですわと、特にお金持ってない球団のオーナーさんたちが言い出してから、うん バババタバタバタっとこう展開がそうですね、でこれでも、本人が行きたいから行かせたやろうと、多分軽く見てたと思いますよ、これ、<laughs> あら、来なくなるのっていう、ちょっとあそんなんだったら、中南米から取るからいいわというようなチームもあるみたいだって、彼のあれでウィンターリーグ、一瞬、動向が止まったわけでしょ、金、ここでつかなきゃいけないと思ってたわけだから。う これ海外でプレーした経験もある大畑さんとしては、はい、海外へ出る自分のキャリアとして、新しい世界が開ける、生、はいね、かしてあげたい気持ちもありますよ、ね、いやま僕個人としては、<く>まあ選手の時はもは、どういう状況であれ、早く行きたかったなっていうのはありましたね、まあねやっぱりいろいろな事情が絡んでくるとは思うんですが、やっぱり選手はね、やっぱりその時のモチベーションっていうのが一番重要だと思いますんで、んまあできれば行ってね、頑張ってほしいなとは思うんですが、でもやはりね、商売もそうですし。 この今年マー君が行くことによって、またこれからの日本の球団とかもね、これからの選手たちも、やっぱちょっと若干、ね、いろんなものがなめられてる部分もあるわけじゃないですか、ね、来年もね、マイケンが行くとかそでしょそう、それこそこれもサッカーじゃないけどね、はい、あの期限付きのレンタルで、うん、ああうちは8億で契約するつもりだったから、8億だったら貸してあるよっていう方がいいかもしれない、ねうんうん、そうか、まだいろんな形がサッカーのことを考えるとあっていいという考えもありますよね。 続いてはラグビーです第2ステーージ勝利ラグビートップリーグ第2ステージは第3節が行われ大畑さんがアンバサダーを務める神戸製鋼コベルコスティーラーズはトヨタ自動車ベルブリッツと対戦34対18で勝利しました、えー、2連敗でまさかのスタートだった神戸製鋼ですが<ー>勝ちました,、はい、したトヨタ相手園田ヘッドコーチ 同じ方向を向いてやるべきことができたと前半だけでフォートライを奪う猛攻を称えましたここまで強力なフォワード陣を要しながら神戸製鋼セットプレーに不安定さが出ていましたがこの試合では前半からスクラムで相手チームに圧力をかけましたそれでもヘッドコーチはまだ攻撃も完璧ではありません細かいところを修正し相手が嫌がる攻撃をしたいですねと気を引き締めていましたこの勝利で神戸製鋼は1勝2敗の勝ち点7で6位です プレーオフ進出枠である4位の山濱では勝ち点差で6残り4試合の逆襲にかけるといったところです第2ステージ相手チームやっぱり一巡したら終わっちゃうっていうのは早いですね大畑さん 早かったですね早かった中でも、ね、なかなかそのリズムをうまくつかめない中でもなんとか、まあ、グループ A のほうに入れた中なんですが、はいうん、やっぱり、でもねラグビーいろいろなプレーありますけどやっぱセットプレーですね、うん、やっぱスクラムラインアウトというところがやはり安定しなかったので、ねこのまあ、セカンドステージ2連敗という形だったんですが、まあ、そういう意味では。 ね。昨日のトヨタ戦に関しては、はい、まあ非常にセットプレーが安定していたので、うん、まあ攻撃的なメンバーも組めたということも含めて言えば、まあ、悪くはなかった勝ち方かなというのはありますね、うん、まだ真ん中、勝ち点差6、1>, うんまあ、1つ勝つと3点ないし4点が勝ち点として入るわけで、はい、十分プレーオフ狙える圏内ではあるんですが、やはりね、神戸戦国だけじゃないですからねそうか、うん、やっぱり周りのチームも当然プレーオフ狙ってますので。はい もともと第2ステージ上位4チームが上がっての対戦になってますんで神戸政府がいるグループはそのあたりどのぐらい厳しいのかまたどれぐらい修正していかなければいけないのかという話はでそうしそもそもん,、ね、んですねですよだからもうどこに行ってもおかしくない <laughs>、はい、なるほどねまた後半でお話を伺いたいと思います変、はい、わってはサッカーですプロサッカー J1 の年度表彰式である J リーグアウォーズが行われました まも森島弘明さんが天章を務めるセレッソ大阪の選手も表彰を受けていますこの表彰式で一番の注目を集めた1人が日本代表のフォワード柿谷陽一郎選手ですベストイレブンに初選出さらには最優秀ゴール賞フェアプレー個人賞も初受賞して個人3冠の快挙となりました そしてベストイレブンには日本代表のミッドフィルダーセレッソの山口蛍選手も選ばれていますなんとこの柿谷、山口の両セレッソの選手を迎えてずっと話してます30日月曜日お昼0時半からの「亀友大スポーツマンデー」特番でインタビューを敢行します。うん、特別ゲスト森島明さん うん、新旧のセレッソのスターが一堂に会するということで森内の腕が鳴るとこですなじゃん <laughs> そうなんです<え>森内さんのインタビュアーとしての腕も一年の総決算です、うん、<laughs> 一応私もあのスケジュール調整してアシスタントすることになりますがほとんど私喋<え>らないで。 進行できるように森,さんには、はい、森氏がしびれるぐらいまで、ことばを発しない努力をしてください。わ <laughs> かりました、<laughs> なるべく喋らないようにして、森氏さんを立てるように。はい、あの最優秀ゴールなんですが、はい、亀山さんが見に行った、FM 長居でご覧になった、はいはい、あのゴールなんですよ、第33節の11月30日、貸しません。リフティングから 右足のアウトサイドでちょこんと決めたあのゴールが最優秀ゴールに選ばれました、うん、芸術的かつ冷静なね生でご覧になってましたが、はい、あれどうでしたっけそんなことできんやと思いますね足だけで <laughs> <laughs> 手を使う本職の野球選手から見ると、うんはい、はあれ練習で遊びでやってたプレーがもうそのまま試合で出せちゃったというような感じだった。 そんんなななことなかなか言えませ野球出てたらふざけんなーって怒られますからねいやそれがやっぱりそういう芸術的なプレーにつながりますもんねでも試合になるとなかなかまあ気持ちが入ってる緊張もあるでしょうし練習のようなわけにはいかないと思うんですが、はい、そういった柔らかいプレーが できてしまったというところがやっぱりすごいのかな、評価されたのか。今だから森氏は言うてましたけど、うん、うん、森氏が言うてるんで、正しいかどうかわかりませんけど。<laughs> ど <laughs> あの非常に代表に行ってから、こう余裕が。うん、うん。出てると、うんうん。だから、あ、打たなじゃなくて、ちゃんとそのスペースを見つけて打つとか。うん、ちょっとした間が。すごく大人びてきましたっていうことを。<ー>森氏が言うてました。<laughs> <laughs> そのメンタル面のビルドアップがうまくいっているときというのは、そうう時ありますか全然緊張せずにというよりも、やっぱり普段通どおりの、先ほどじゃないですけど、練習どおりのプレーができるっていうのは、やっぱり練習がしっかりとね、ゲームをイメージしてできているのと、うん、プラスやはり代表に行くっていうことは、やっぱり今までよりもレベルの高いところでプレーをして、そこでやはり自信をつかんだことによって、うん、やっぱりより厳しい、要はね、状況の中でのプレーを選択しなきゃいけない。うん っってててていうう中からやはり、J、リーグに戻ってきて少し余裕が生まれてくると思うんですよねうそうなってくると視野もどんどん広くなりますし余裕も持ってプレーできるということがあるのでそういう意味ではねやはり今自分自身がすごく調子がいいのとプラスやはり周りのコンディションが自分とうまく合ってるなっていうのを感じじれるんじゃないですかね、うん、ラグビーでも大切なのは世界の強豪の強さを感じること、はい、これをやって日本に戻って練習すると、はい、例えばスピードとか強さっていう面では。 知知らず知らず知らずいやもう明らかに違いますよね<ー>やはりね今年田中史と堀江がやはりねスーパーラグビーの方にしっかりと契約してプレーしてきて、はい、帰ってきてからもう本当にね、うん、プレーの幅がもう今までとは全く違うぐらいの幅を持ってプレーできてますのでああい姿を見るとねやはりより高い。 まあ環境レベルの高い環境でプレーするというのは非常に重要なのかなと、ね、そしてセレス大阪からはアンダー1 8日本代表のフォワード南野拓実選手が新人王にあたるベストヤングプレーヤー賞を受賞しました新人王ですからあのキャリアの中でも1回しかそれも年に1人しか選ばれない この賞に南野選手が選ばれました。負傷<い>離脱もありながら29試合に出場して5得点、左ミッドフィルダーなど攻撃の一角を担い、プロ1年目ながら存在感を示した南野選手です。そして今回の青図では 最優秀育成クラブ賞をセレッソが受賞していますまあ、うん、妥当かなという気はしますねこれだけ出してるわけですからね、はい、一方 MVP には横浜 F ・マリノスの中村俊輔選手が2000年に続いて史上初2度目の選出を果たしていますベテラン勢も頑張ってるということですよね、うん そして、まあ、残念なというか寂しいニュースずっとお伝えしてきていますがセレッソ大阪のレビー・クルピ監督が今シーズン限りで退任ということですでに関西空港発の航空機で母国ブラジルに向けて帰国の途につきました別れを惜しんで駆けつけたおよそ150人のサポーターを前にしてサッカー人生でこんなに良いサポーターの皆さんはいませんでした本当にありがとうと挨拶さらにはみんな本当に愛してるよ この8年のことは絶対に忘れません次日本に帰ってくるときですかガンバ大阪の監督ですと <laughs> 得意の困ったチョークを飛,び飛ばし周囲をドン引きさせまたいということですディレクターによると <laughs>、はい、新聞には爆笑がって書いてあったんですけど、はい、実際はドン引きだったそうです <laughs> サポーちゃ <laughs> 面白いじゃないですかこれガンバ大阪の監督です空気読めや <laughs> で一番今、クルピさんが気がかりなので気が、母国で自らが経営する日本食レストラン、あずきについて。うん さらなる自立を狙ってるよこの前ね自動餃子製造機発見したんだすごい性能だよねびっくりしたもちろん早速発注自前の回転寿司コーナーで寿司ネタと一緒に新メニューの餃子流すつもりだよ話題になること間違いなしそういえば君たちワールドカップ取材に来るのぜひうちの店に寄ってくれよセレッソのユニフォーム着てきてくれたら無料にするよと 本当か嘘か嘘ご機嫌ででプランを語っていいたととうことです最後は「またあとで!と」とまるでちょっとした小旅行に出かける OL さんのような軽い口ぶりで手を振りながら旅立っていったということです <laughs> 明るい明るい,、ね明,るいね、明るいな、まあ、<laughs> この人不思議な人ですね,ね、まあ、一度本当にあの代表のね監督まで名前が出たぐらいの人なんですけどす、ねうん、結局我々知り合った頃から最後去る時まで。 日本食レストランの話題で宣伝して帰ってきてるというね、うん、<laughs> 一貫しですよねぶれないですね、ぶ <laughs> れない、売れないあの柿谷選手と山口選手、おそらく僕、代表にね、はい、ブラジルワールドカップ選ばれると思うんですけど、はい、この店に行くかどうかもちょっと聞いてきますわ。 あのねいけるのかどうかど、ね、どやっぱでもその時スレーストのユニホーム着ないとタにはならない陽、はい、<laughs> 一郎も蛍も大業だの <laughs> でなのに聞いときます三十 <laughs>、はい、日を楽しみに <laughs> もう一ついきましょうバレーボールです 2連覇達成。バレーボールは全日本選手権の決勝が行われ、女子は久光製薬が2連覇。前身の全日本男女選手権を含めて4度目の日本一に輝きました。また男子はトーレが5大会ぶり7度目の優勝を果たしています。プレミアリーグ、そして全日本男女選抜との3冠に昨シーズン輝いた久光製薬は、 この通称皇后杯ですが全日本選手権の決勝女子も取りまして三冠ということになりました岡山シーガルズを3対0のストレートで下しています中田久美監督になってから躍進が続いています中田監督昨シーズンは勢いをつけるためにはまず勝つこととチャレンジしました今年は同じ大会でも立場が変わり勝ち続けることの難しさがありましたこの流れを V リーグにもつなげていかないといけませんねとさらに前を向いていたということです 目指せ二刀流アメリカメジャーリーグのテキサス・レンジャーズがドラフトで指名した選手が大きな注目を集めています。うん もともとアメリカンフットボール NFL シアトルシーホークスでエースクォーターバックを務めているラッセルウィルソン選手25歳をレンジャーズがドラフトで指名したということです。あの聞くところによると、その学生のドラフトではなくてえ補強ドラフトみたいなところで取ったらしい、指名したらしいんですけども、このウィルソン選手2012年の NFL ドラフト会議で3巡目の12、全体では75位とまあそ。 そこそこの順位だったんですがなんとエースクォーターバックに選出されまして今シーズン11勝2敗 NFC 西地区の首位を独走中です昨年は最優秀ルーキー賞も獲得今シーズンもすでにパス2871ヤード23タッチダウンいわゆるクォーターバックとしての成績を総合的に表すレーティングっていうのがあるんですが106.5と絶好調。 大体100超えたらすごい成績なんですけど106.5と絶好調でスーパーボール制覇を視野に入れている逸材中の逸材ということですどうも走れるクオーターバックらしくてあのスクランブルも含めて脅威になっていると高校時代から野球とバスケットボールも兼業で活躍していました高校卒業時にはセカンドとして ボルティモア・オリオールズからドラフト5巡で選出2010年のドラフトでもコロラド・ロッキーズから4巡目に選出されて指名されたということですだからピッチャーじゃないかもしれませんねあのメジャーの方のドラフトはラッシュでしょうねリラ、ね、ッシュでね、はい、スーパーボール優勝も狙えるスター・クォーターバックがメジャーの扉を改めて叩くというシナリオ一見実現困難に思えますが現地での報道によりますとレンジャーズの GM はウィルソンに 本職を妨げるようなことはしないよ好きなベースボールを存分に楽しむつもりで来てほしいんだと説得しているということですウィルソン自身も乗り気で春のキャンプにはメジャーリーガーとして参加したい意向も示しているということだそうです亀山さんもよくご存知ですがアメリカでは野球とアメフトの兼業というのは珍しくありませんで、うん ボージャクソンいオークランドレーダースでランニングバックそしてメジャーのロイヤルズで外野手でしたはいボージャクソンのセンスっていうのはすごかったですよねすごかったですね我々も教育リーグっていうのを行った時にカンザスティーのキャンプ地も練習で行くんですよはいあの照明に当てたボージャクソンがいる時メートルくらい来らこ <laughs> んなん打てるか言うて <laughs> <laughs> ご本人いわく、ベースボールは仕事、フットボールは趣味ということで、どちらかというと、フットボールが好きだったんだけど、長くプレーできるからということで、はい、お母さんがまず野球やんなさいよということで、めた,らしいですただ皮肉にも大好きなフットボールの試合中にけがをしまして、キャリアを終えることになりました。 あのボー・ジャクソンについては専用のナイキのシューズができまして、はい、あの34番が入っている黒とあの銀色のレイダースカラーの靴がありましたよねあれが大変なヒット商品になったとっいう話題もありましたうん同じくナイキからシューズが出たのがディオン・サンダースでして、はいえー、アトランタ・ファルコンズとアトランタ・ブレーブス両アトランタに所属していた91年には ヘリコプターをチャーターして両方の試合に出たこともある。同じ日っていうんで話題になりました。プライムタイムってあだ名がついてまして、うん、とにかくスター選手の典型みたいな方でした。同じ週にタッチダウンとホームラン両方を達成した選手としても有名だと思います。すうん、こんな選手もいましたね。ただやっぱり、ね、ボージャクソンよりはちょっとスケールが。 小さい感じですねコーナーバックの NFL ではスター中のスターでしたけど、野球はどっちかというと、1五半ぐらいのそうです、ね、バッティングに難があったんですよね、はい、この人はねその他にも野球とバスケット、デーブ・デパスチア、ホワイトソックスとデトロイト・ピストンズ、ロン・リードは MLB のブレーブスと NBA のピストンズという,ような選手がいまして、まあ、向こうは兼業 OK というのが、学生時代から珍しくないということなんですが。うん 珍しいのはサッカーとバスケットというのがいましてスティーブ・ナッシュ NBA レイカーズのポイントガードサンズ時代にはシーズンの MVP にも2度輝いていますがそのナッシュが今年セリエアインテル・ミラノの入団テストを受けたというので話題になっているううということです。<laughs> 珍しいですねサッッカーとバスケット できるんやからね,ねえでも手を使うのと足を使うのじゃあね,、うん、ねどちらかというと、ね、実は14歳まではサッカーとアイスホッケーの選手だったバスケットを始めたのは2年後の16歳そのバスケットではサッカー仕込みの前の取り方をベースにしたドリブルとゲームメイクを特徴としているということです実は彼のサッカーの腕前は大変に有名某スポーツメーカーのコマーシャルではバスケットボールでの リフティングを披露したこと、つまりバスケットボールを蹴ってリフティングやってた、うん、本人、夢が叶ったよ、あのインテルだよ、本当に嬉しい、緊張はするだろうけど、一生懸命頑張りたいねということで、どうやら入団しそうな勢いですよねだからやっぱりこう、なんもシーズン制だってってもね、まあ、夢があるんだけど、うん、やっぱり身体能力高いから、うんそ,ね、それやってるけど、これもやってって言われるんだろうね。うん、うまさに大畑君が目でれ,生まれてたら、はい 3足ぐらい入てるんちゃうんでもそうやって思われてるぐらいが一番幸せですよねチャレンジして失敗してたらかっこ悪いじゃないですか <laughs> <laughs> いやまあまあできると思うよ、うん、たくさんスポーツありますけど、はい、球技のジャンルで言ったらどれだったらいけそうかなっていうかやい,いやでもやっぱ球技は結構やっぱ自信はありましたね,、うん、そのね足は速いとか言ってもやっぱその揺れても知れてますけど、はい、球技の感覚はだからそれこそあのスポーツマンナンバーワンとか出てた頃は、はい、そのメジャーリーガーにアメリカ来て。うん NFL チャレンジしろと、うん、もうそっちの方が絶対可能性があるからっていうことは、誘ってはいただって、スピードでいったら、ワイドレシーバーとか、全然いけそうです所、ね、速に関しては、結構も自信ありますね、うん、亀山勉さんも実は、高校時代ではものすごい掛け持ちをしてなさっていたと。 ままああ高校中学校ぐらいですね中学校ぐらいですね奄美大島田舎やからもうする人数がおらへんからねそっか運動出来るのはもういろんな部活とか視野に引っ張りだこそうですねなんかあのあれですか運動会シーズンにはもういろんなところからもう運動会も人がおらへんからもう十二種目ぐらい出なきゃけですよね出っぱなしリレーや駅伝や全部でなんか棒倒し来ばせんフラフラですよだから鎌山さんどうですか例えば四大ススポーツバケ フッ,フットボール、野球、アイスホッケーとかいろいろありますけど、はい、向こうでやってみるとしたら、何興味ありますかやったら野球とやっぱりアメフトですね、<ー>はい、ランニングバック僕はそっち向きやということを、タイガースのトレーナーでアメフトやられた方にはやれました、うん、最初の10ヤードだったら、確実に速いですもんね、えーあの、お前のギアは2足までしかないから、<laughs> とりあえず10メーターを、命がけで走る、それ <laughs>、うん、切れながら走れるから、カットバック切れるからうん、それやったらもう、逆に長いな、心情が、通りできない子なんですね。 彼は,はいはい、はい、その代わり打ってから二塁ベース過ぎてから速なるんで、はい、そっか加速がつくのが距離がいるから,るからワイドレシーバーただ信条強したと、はい、やっぱりねそういう話の中だけでもかっこいいとこ持ってるんですようなサイズね確かにねランニングワークハードワーカー泥臭い泥だけやっぱりね,ね、はい、以上亀友スポーツジャーナルでした <laughs> はい今日はですね クイズ賞ゃあるまいしという記事ですね久々自動車レース F1 のニュースです、はい、新しく導入される新ルール話題になっています国際自動車連盟 FIA は F1 の来シーズンの最終戦のポイントを通常の2倍にするというルール変更を発表しましたすで、うん、に決定だそうです、はい、FIA はこの変更によって優勝争いへの注目度をシーズン終了まで最大限維持できると主張 1> 1戦略グループと F1 委員会が満場一致でルール変更を承認したということですご存知の方も多いと思いますが F1 っていうのは 1, 1レース1レースの優勝によって あのポイントがつくんですよね、はい、1>, 1位だったら20ポイント2位だったら16とかごめんなさい違ってたらポイントの細かいところではい、はい、そのポイントを積み重ねていって年間のチャンピオンを決めていくというのが一番の見どころなんですがどうしてもポイント差が開いてくると最終戦は消化レースになると、うんうん、で観客動員とかあるいはテレビの視聴率なんかが盛り下がってしまうだったら最終戦のポイントを2倍にして最後の最後まで逆転の 目を残そうううじゃなないいいかとののが大きな狙いのようです、うん、ただ、当然反対の声もあります、はい、最終戦でエンジントラブルが発生したり、他のドライバーに当たられてリタイアするなどの不運に見舞われたドライバーは、本来ならワンレース分のポイントの損失でいいはずなのに、2>, はい、2倍の痛手を被るということになりますよね。うん ファンやメディアからは疑問の声が多数寄せられています F1 関連のインターネットウェブサイトが行った投票ではルール変更への反対が92%に達したと伝えられています、うん、当然ドライバーも反発です、はい、個人総合4連覇を達成したセバスチャン・ベッテルバカげてるよサッカーのブンデスリーガーで最後の試合に特選得点が2倍になると想像してごらんよテレビのクイズショージュあるまいし シーズンを通じて一生懸命働いていた人たちに対して不公平だよとコメントしているということですねえこれ当然ですよね <laughs> まず反対92%まあないでしょこれ <laughs> ねえ賛成 <laughs> 8%いうことでしょこれあのよくテレビではありますわわれわれの業界 <laughs>、はい、さあ最終問題です得点が2倍になりますあるいは逆転クイズこれもまあね得点10倍です <laughs> 聞いてないよってダチョウさんが言うっていう、はい、そういうフェッテルってどこの えー、ドイツでしたっけドイツのドライバーですよね,ね、まあ、世界共通だなっていう、クイズ最後も2倍とか、ね、そうなんですね、<laughs> <あ>これ、じゃないですね、うん、で特にこう関西色の強いイメージがあるんで、それやったらもう思い切って、あのー、20ポイント離れてたら、最終戦は21点とかね、はいはい、最後の1個だけ確逆転できるのしたらええんちゃう、おい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 みたいな、ダチョウさんが再ブレークするかもしれませんしね。<laughs> いやだって野球で考えたら9回に打ったホームランに関しては得点倍にしますって言ってるようなもんでしょひどい話ですよねそうですねだからもう本当にバラエティー化しますね2倍欲しかったら頼み方あるやろ言うてラグビーで行ったなしでお願いしますいう感じですよ後半の10分に関してはトライ2倍にしますっていうかポールに当たったら10点とかねキックがキックがそんな感じですよね <laughs> なんか違う競技になっちゃう<や> <laughs> どうなんでしょうねそのそれがその消化レースになってしまうからポイントを、うんはい、ということじゃなくて、はい、消化レースにならない努力をと、はい、そうですよねこれなんとなく想像できるのは、はい、最近このレッドブルが強すぎるんですよまあまあね強いんですよ、はいはい、ただルノーエンジンが速いっていうのは定説ですんで、はい、あの昔 エンジンは基本的に自由なんですが、はい、1970年代なんかだと、フォードの DFV っていうエンジンをみんな買って、はい、そればっかりでやってた頃もあったんですが、はいはい、その頃つまんなかったかっていうと、決してそうじゃないんですよね、はい、フェラーリのニキ・ラウダとか、マクラーレンのジェームス・ハントとか、はい、マリオ・アンドレッティとか、めちゃくちゃ古いですけど、はいはい、すごくレース自体はドライバー本位になって面白かったそうなんですよ。 でマシーンは、シャシーだけ開発すると、はいはい、エンジンはイ,イコールコンディションだけど、シャシーは自分のところでやるから工夫しようとはい,、はい、いうことであの、インディーなんかそうですよね、アメリカのそうですそ、ね、う、はい、あ,あのどうなってくると、どうなんですか、そのメーカー的にはうん。だからルノーとしては、ルノーは美味しいですけど、ね、他のチームとしては、俺たちのエンジンをアピールする場がなくなるっていう言い分はあると思うんですけど、うん、それこそね、うんあの、どうでしょう、あのー、前半はルノー。うん で後半の半分の試合はフェラーリーとかさ、うん、そのシーズンごとに要するに全チームがそのエンジンを使ってやるというのはどうでしょう 1>, 1年ごとに、はい、今年はフェラーリの年とか、はい、統一球じゃないですけど、はい、今年はミズノとか、はい、そういうのあってもいいですね今年はルノーの年、はい、来年ホンダでやりますからよろしくずっととやると結局その開発部分で言うと、うん そうな気がるほどだから半分ぐらいでエンジンを変えてしまうくじ引きもいいんじゃないですかくじ引きエンジンくじ引きみたいななるほどねああそれも一つやなさすが大畑さん面白いそれがポイント2倍するんだったらボールガラガラガラして取ってね第何戦ポイント2倍とかポイントセールっていうのは最後じゃなくてあそっかだからシーズンの最初にくじ引きで決めるわけですよね そのが最後だと最後に向かっていって、一番ベストに持っていけるわけでしょそうか、シーズンの最初でくじ引きで決めちゃえば、はい、それはイコールですもんね、はい、どのレースに照準を合わせるかっ、ね、て <laughs>、でも間違いなく、今の発想、クイズショーですよ、そうですね。<laughs> まあだから本当にわれわれがちょっと心配するのはね、F1 がクイズショーにならないように、はい、<laughs> そうです、ね、瞑想してますよね。うんだ本当にエンジンとか、その車シ子シとか、うん、テクニックとかっていうところの、うん。 その努力が必要なんじゃないかな、ね、と正直思いますけどねそこはちょっと違うと思うんですけどね,、うん、ねえもうなんか世界いろんなと我々これやるたびに世界各国やっぱり病んでる人はいろいろ <laughs> いるなっていうのは改めて <laughs>、はい、割とメンタリティーっていうのは同じテレビ番組みたいなどこも似たようなのをやってると、うん、いうことも分かりました <laughs>、はいまあ、ただ本当にその反対が多いっていうところはぜひ改善していただいて、うんそうね、みんなが納得い,い,いくようなルールで、はい、あのレースを盛り上げていってほしいなと。 いいうふうふに思いました以上神松のちょっと仮面でした、たさあお待たせしました後半はウィーラブラグビー神戸成功コベルコスティーラーズアンバサダーの大畑大介さんにラグビーについてお話を伺います、はい、今日はこちらの話題からいきましょう開幕セカンドステージということでトップリーグをセカンドステージがすでに始まっています神戸成功は3試合消化して1勝2敗となっています。 ニュースのコーナーでもお伝えしましたが、えー、トヨタ自動車と34対18でこの最第3節は勝利ということだったんですが振り返ってみますと1戦目、対サントリー23対37。 対ヤマハが十六対三十五ということになりました。ここまでの三試合ご覧になって改めていかがですか。いやもうね、先ほども話をさせてもらったんですが、やはりセットプレーの安定ですよね。ある今まで、まあ昨年までも、まあ少しずつ、まあ力が上がってきたと。 若手も育ってきてとていうところで言いますと、やはりセットプレーが非常に安定してたところが非常に大きかったんですよね、はい、そこからやはり攻撃の組み立てというところが少しずつ良くなってきたというところだったんですが、まあ、今シーズン、まあ、特にセカンドステージ入って間もない頃っていうのは、やはりセットプレーがなかなか安定してなかったとっいうところで、なかなか攻撃の組み立てがうまくできなかったなと。 いうところがありますね、うん、福島県の東北の猛子娘さんは、ヤマハ戦を見に行かれたそうです、はい、わかります、えー、同じですね、やはりラインアウトやペナルティーのミスが目立ったような気がしました、一方のトヨタ戦は前半からトライも決まって、ゲーム内容が違って見えましたという感想をいただいています。 あのセットプレーの精度というのは、はい、当然、もちろん練習するわけですがそ,うです、ね、そこを修正していく、どこを具体的には直していくんでしょうねまずやはり、ね、そのまあ、組み方等と、今年もいろいろレギュレーションが変わった中で、うん、その練習通りのプレーをできるかどうか、先ほどの,、ね、そのサッカーの中のゴールのシーンもそうなんですけど、はい、まあ練習っていうのは、当然、ね、自分たちの思い描いてた状況からボールは動き始めるわけじゃないですか。うん、ってなってくると、やはりそれがスクラムであり、ラインアウトなんですよね。うん、攻撃のの起点をまずしししっっかりしたものにななきゃいけないっていけてうところで でいうとまずそこをまずはしっかりとした安定したものにするっていうところで、ね、ちょっとやっぱり練習の方法であったりとか、まあ、組み方を少しね、うん、まあメンバーを変えたりとかしながらいろいろ組んでると思うんですけど、代表行ったりね、そのメンバーが変わってくると、やっぱり細かいところ、いろいろ変わってくるんですよね、その中でやはりそのお互いの掛け合いなので、やっぱりもう、すべてが練習量なんですよね。 自分たちがどういった形で戦うのかっていうベースを作っていたとしても、これ、相手がいることなので、やはりね、ゲームの中でうまく、ね、調整していかなきゃいけないんですけど、そういったところがちょっとね、調整力がちょっと、まあ、例年よりも低いんじゃないかなというのは感じますよね。 スクラムでもラインアウトでも、当然、相手はボールを奪いに来ようと思って、意表をついたのを仕掛けてくる、はい、そこに対応できるかどうかってやっぱり本番になってみないと、はい、そうですね、やはりゲームの中で、当然、相手も対応してきますので、うん、それに対して、やはり引き出しの数がちょっと今年は少ないんじゃないかなと感じます、ね、これどうなんですか怪我人とか、そういう部分は大丈夫なんですかそれもやはり当然のことながら、頭の中にはあるんですよね、うん、ははでもね、それほど今年に関しては、大きな、今のところはメンバーをしっかり組める状況ではありますので。うんうんうん ただ、3試合目で勝利しました、はい、このメールいただいた毛攻娘さんもおっしゃっていましたが、あのよくなってきたように、はい、自分で見てても感じたと、ブラッシュアップされてきたと、はい、だから、そういう意味では、ちょっとね、ぼやきた部分もあったかもしれないですね、うんまあ、昨年まで、まあ、特にセットプレーが非常に安定してたということもあるので、うん、そこにちょっとボリュームがいっていなかったのかなっていうのは感じるんですよねできるっていう前提でっていう形になってしまった部分はあると思うんですよ。 他の改善点に力を入れて練習していで,、ね、ですね、やはりボールが動き出してからっていうところに、非常にメンバーの構成もそうなんですけど、うん、まあ大体そういううなイメージがいってたと思うんですが、まずはやっぱり原点に帰ったっていうところで言うと、やはりこのトヨタ戦っていうのは、まずはやはり戦うべき部分っていうと、やはりセットプレーっていうところが、しっかりとね、その修正点として出てきてましたよね、うん、そしてまあ今年もう一つ、やっぱり安定してなかった理由っていうのが、やっぱり10番の固定がうまくできてなかったんですよね。スタンドオフやはり、まあ トヨタ戦に関してはグレーグ・ウィング、まあ、12番の選手が10番に入ったんですが、はい、それまではやはり森田、山本、山中というような、まあ、日替わり的な感じでメンバーがわってた部分もあったので、はいはい、やはりゲームを一番コントロールするべく選手が固定できてなかったっていうのが、ちょっとね、はい、なかなかチームとしてはうまく方向性を、ね、見せていけなかったんじゃないかなっていうのは、若干ありますよね。ススタンドオフフクラムハーととといっったところやっぱり選手が変わると そううですねもう一気にもうボールの動き方も変わりますし、うん、また何よりもねやはりより攻撃的な選手ならば、どんどんやはり攻撃的な、まあ、ボールの動き方もしますし、またねゲームをうまくコントロールしようという選手ならばね、ねやはりそのエリアを取りに行ったり、ゲームをうまくコントロールしようということになってきますので、うん、まあそういった意味では、今回に関しては、もう負けれない試合、そして勝ち点も取らなきゃいけないというところでいうと、トライを取って勝つっていうのが大前提だったので。 そういう意味でやはりねより攻撃的な選手グレッグ・ウィングをまあ、10番に持ってきてっていうようなメンバー編成になっていましたね,なるほどね確かにその、まあ、まあ野球に置き換えると4番が固定されてないチームって、はい、相手から見てもバチッとはまってないんやなという雰囲気のままゲームに入っていきやすいですよね、はい、常にやっぱ不動の4番じゃないけどどんと座ってられると、はい、もうこのチームは自分たちの形さえ 作れば、はい、ゲームができるんだっていうイメージがやっぱりあるので、そういうところも多少なりとは、そうですね、他のメンバーもそういう不安はありつつ、いうとこもあるんでしょうかねメンバー固定、まあ、メリット、デメリットは当然あると思うんですが、はい、固定したメンバーの中で、勢い選手が、ね、どんどん入ってきて、そこの中で非常に、ね、そのチームがビルドアップしていけばいいんですけど、はいうん、今はちょっとね。 ちょっと誰をどこに入れようみたいなね、<ー>ところがちょっとまだ、ね、うまくね、はまいれてないところがあるんではということは、考えようによっては、ですよまあ今シーズンの話を今してますけど、はい、非常に今、成長途上で、ぐいぐいこう、はい、2>, こう2年、3年ということを、長いスパンで見れば、伸びていってるようにも感じますけどねただ、3試合目でこの第2ステージ、勝利しましたので、あ、はい、あと4試合ありますそうですね。 あのー、これで3節も負けちゃうとうんっていう感じなんですがきのう昨日の試合負けるともう完全にプレーオフという目は消えてししままいましたよね、うん、上位4チームが進出ですが、はい、ただ、8チームで争う試合でいうと、まあ、7試合やって終わりということになりますよね、はい、あっという間です、1回ずつしか当たれない、はい、修正をしようにも,もう同じチームとは第2ステージ2回対戦できないわけで,で、ねうん、一発勝負ですよね。はい このレギュレーションが変わったことによって、ちょっと雰囲気違う感じがあります、ね、だいぶ違いますね、うん、やはり、まあね、まあ、神戸製菓、今いるのはグループ A でね、やはりプレーオフ、やっぱチャンピオンというところを狙える位置にいるんですが、はい、グループ B になりますと、今度はね、入れ替え戦で,であったり、降格であったり、もしくはまあ上位に行ってもワイルドカードの、日本選手権のワイルドカードの上位、権利を争うっていうところでいうと、うん、正直ね、モチベーションの作り方が非常に難しいんですよね。あ 神戸聖光は今、A にいますけれども、はい、B にいったチームをどうするかっていうのは、そね、そねこれは本当にもう、今年ね、当然、いろんなゲームが増えたっていうところで、まあ面白いもあるんですが、やはりね、修正すべきところも出てきてるんだなっていうのは感じますよねさあ、そして神戸聖光は、自殺以降、キヤノン、NEC、パナソニック、東芝の順で戦うことになります、はい、4位までは勝ち点差6となっていますが。 後半に向けてだんだん強豪というか厳しくなりそうなカードですが、はいかかがですかいや、もうここはすべて自分たちより上位なんで、ええはい、もう勝っていいくしかないですねわあキャノンも NEC も、これはもう全力でぶつかるしかないもうキャノンも調子いいですし、NEC も悪くもないですし、まあ、かといって、神戸勢君が勝てない相手でも全くないので、はい、とにかくね、一戦一勝ですよねもうトヨタ戦と同じように、うん、まあその試合にどれだけ気持ちを作っていけるかですね。 他のチーム見てみますと、3節ではパナソニック対サントリー全勝対決になりましたが、42対13でパナソニックが圧勝しましたよ、はい、かったです、ね、あのイメージでいうと、サントリーが圧倒的だろうと思ったら全然そんなで、やはりサントリーの場合は、ボールを継続しながら、少しでも前に出ていくっていうような形、いやボールキャリアが、やはりね、一人ずつ。 前に出て、前に出て、前に出てっていうのを、ね、傷を少しずつ広げていくっていうのがラグビーなんですが、はい、パナソニックのディフェンスがもう抜群に良かったんですよね、前に出ささなかったと、はあはあ、そして、我慢強く、どうしてもね、ずっと継続されて攻撃されると、うん、攻撃を途中で止めようとするとね、うん、無駄な力が働いて、ペナルティーしちゃうんですよね、反則につながっていくんですけど、そういうこともせずに、うん、やはり自分たちでしっかりと、ね、反則もせずに守りきろうという意識の高さが出た中、うん、やはりね、 そのミスがあった後にそのボールを奪ってからのトライを取り切るという能力が非常に高かったですし亀山さん、ディフェンスが硬いチーム野球でも調子大きく崩れないし、ね、しんどいでしょう、ね、ずっと一生懸命攻めてるのに、ねうん、点取れないってもやっぱ気持ちがね残塁が多い試合ね、はいはい、疲れる<ー>、うん、ここ一番で点取らせないホーム踏ませない硬いチームもありますよね、そうですね。 今シーーズンのマークみたたいな感じでしたね<あ>もうギリギリになった瞬間にここぞというところの集中力の高さ、はい、そしてそのピンチを自分たちのチャンスに変えていくっていう強みが出てたこの試合は本当パナソニックとしてはここ数年の中ではもう一番いい出来の試合だったんじゃないかなっていうのは。 もうスティーラーズは終わってしまってますけど、今のパナソニックの戦い方って、まあ、いうのはもう本当にもうあれはね、あの戦い方は、もう、ントリーどころじゃなくてね、やっぱりもう、まあ、どのチームにも当てはまるベストゲームでしたね、<ー>素晴らしいパフォーマンスでしたもんね。守備が堅く、そして攻撃面では、パナソニック、オーストラリア代表キャップ51を誇る、今シーズン加入したスタンドオフ、バーンズを中心にカウンター攻撃、はい、疾患の中島監督、外に走りきれる選手がいる。 ボールをワイドに動かそうと徹底したとチームの強みを強調していました、うん、これ、コメント読んでるだけで強そうっていうか展開力ありそ,うす、ね、そうですね、もう本当にあの個々人が自分たちの仕事を完全に全うしてましたね、うそうすることにより、やはりそれぞれの選手たちのお互いの,やはりねその尊敬というかね、チームの中での,ねその意識が高くなっていましたんで、うん、あと、どううなんでしょう乗っていけたのかな、止まる。はい 俺ら行けるっていうのをみんながそう感じると、やっぱりぐっと、試合の中でも、全然リズだからラグビーのね、やっぱり一人がみんなのためじゃないですけど、1+1 がこのパナソニックに関しては、もう3なり4なりっていうところの強みになっていましたねねなるほどさあ、プレーオフには4チームが進みますが、展望としては、とりあえず神戸製鋼は入れたいところなんですそれ以外のチームでいうと、ここは来るだろうと。 いやまあやはり昨日の試合を見る限りではパナソニックはやっぱ強いなと感じましたしまあサントリーもこのままやられたままで終わらないだろうなというのも当然想像もできます、はい、そして負けない東芝というところでも力があるなと感じますのでまあやはり4つ目の椅子をやはり神戸を含めたまあヤマハ。 NEC というところが争ってくるんじゃないかなっていうのは予想できますよね,、うん、ねスティーラーズとしては、ラインアウト修正してきました、スクラムを修正してきました、はい、あと、ビルドアップするとすればどんなでうかいやもうやはり覚悟ですね、あれ<ー>個々人の能力が本当に高いチームなんですよね、それがやはりどっち側に向くかなんですよね、うん、それぞれがやはりバラバラならばチームにならないので、おっしゃったパナソニックのような役割をそれぞれがしっかりこなすと。そ,すね、そして自分たちが何もしなきゃいけないのか、そしてチームの戦い方の方針ですよね、うん、まあそういったところですね。 続いての話題はこちらですまもなく開幕、高校ラグビー。 12月の27日に開幕します第93回全国高校ラグビー大会の組み合わせが決まりました大畑さんは今年も4チャンネル MBS テレビの「高校ラグビーハイライト」でメインキャスターとして活躍していただきますいよいよこの季節やってきましたね、はい、大畑さんや、うんえー、母校であります東海大行政は AC ドといやもう今年は優勝候補の一角ですね <laughs> もう自信持って言えますかそれは だってね、大阪大会の決勝、昨年の優勝チームに50点ぐらい点差を挙げるんですよ、皆さんには分からないですけど、明らかに神戸製鋼の時言うと、顔色は変わっ多分ね、声のトーンもだいぶと思ったすそちらな方自信を持っていっ対抗するであろうと言われているのが神奈川の桐蔭学園と言われてるんですが、いや、大阪桐蔭も強いですよ、大阪桐蔭はやはり春の選抜優勝チームですから。ははいい でも高校ラグビーまあちょっとしたことで若いプレイヤーたちのチームが変わってきますそうなんですだからねやはり東院学園東海大行政ともに全国優勝しているチームなんですが、うん、今年の春の選抜優勝している大阪東院も優勝候補の筆頭と言われているんですが、はい、大阪東院はねやはりそこまで勝ち上がったことないチームなんですよね<ー>でもこの2日に1回戦うことの難しさっていうところがどうなるかですね、うんうん、2>, 2日に1回これかなりハードスケジュールですよねすハードですよもちろん体力必要だと思いますが、はい 運も入りますよねやはり正直ね学生なのでラッキーボーイが出てくる可能性もあるんですよね大会によってそういうのがねポーンと出てくるとやっぱチームの勢い出ますしこれどうなの高校ラッキー僕がっつり見たことないんだけど、はい、それだけハードな日程だっていうの分かってれば、はい、最初のところで少し。はい チームのボリしだからね、これはシード校にありがちなのが、優勝候補と言われて、やっぱり初戦から徐々にテンション上げておこうとすると、逆にね、初戦でね、足元、あるんですよ、過去、何度もあるんですよ、そういうことが、A シードであったり B シードでも、1回戦で、やっぱり1試合戦ってから、もう負けてもともとみたいなね、気持ちで、もう玉砕覚悟で、いったれっていう気持ちの方がね、気持ちが乗って、 とと行かれるるこもあじゃあ、東海大行政も大阪いやも、何よりも行政は結構ね、初戦、足元すくることもあるんですよね。あら、そこは本当にすごい心配だぞで僕は。OB としては、先輩とすれば。昨年は出てなかったからね、こんな話もできなかったこ今年もメインキャスターとしてテレビに登場されるわけですが、何よりも2019年のワールドカップ、例えば。 今、17歳の高校生でしたら、あと5年ということは、22歳、23歳、ね、分ですね、僕、代表になった20歳ですから、あそうか、はい、じゃあ、未来の日本代表を見つけることが、いやもうだからここ,らこ,こでね、そのまあ、20年のオリンピックもそうですけど、やっぱりちょっとね、予備知識入れててほしいですね、うんうん、あの時にあんな子がこんなになったんやたら、結構面白いじゃないですか、はいはい、かそういう部分もね、ぜひ注目してほしいなと思いますし、何より今の高校生たちは、やはり20年、東京オリンピック、日本で行われるオリンピックに。 出れるんだっていうようなね、なまずそれ、イメージができてますので。はい だからさらにもう一段モチベーション高くなっていると思うんですよね,なるほどねオリンピックそしてワールドカップに向けてあなたならではのこう選手を見つけていただきたいと思います,す、ね、12月27日から開幕します93回全国高校ラグビー大会1月7日の決勝まで本当に連日熱戦が展開されますぜひ NBS テレビの大畑大輔さんの高校ラグビーハイライト見ていただきたいと思いますあの S1 でよく出てます小島瑠璃子さん小汁瑠璃ちゃんっていう顔 若い女の子も出ますので、顔合わせしました。交わせしました。はい、すごくあのハキハキした明るくていや、若いのに頭いいなというかはっきりしてるしっかりしてるなっちゅうのは、はい僕はあの年にあんなことを喋られんかったか <laughs> すごいなと思いました。<laughs> その辺のやりとりも含めて注目していただきたいと思います。以上 We Love r u g b でした。 冒頭そして番組中でもご紹介しました12月30日月曜日はスペシャル番組ですお昼の0時30分から4時間5時間の特別番組を編成してスポーツ一色でお送りしたいと思いますぜひ大掃除の合間というか大掃除やりながらラジオつけていただいていろんなインタビューを聞いていただきたいと思いますセレッソ大阪さらには豪華ゲスト タケシさんも出ます。そうですね。うん、まあ僕自身がも心配してるのはあのー、エニオスカップっていうね、はい、ジュニアカップではい、はい、タイガースジュニアの監督で、はい、20北海27、28、29北海道なんですよ。はい、飛行機さえ飛べばここに座れると思いますので、それが一番ビビってますね。30にひょっとしたら来れないかもっていうことあるんですか。雪次第ってことだよね。天候次第です、ね。うわー。 えー、大畑さんも調整中ということで、すんで <laughs>、はい、ぜひ出演していただけるように頑張りたいと思います。当方としてもよろしくお願いいたします。ね、そこでガッとあのー、一気にやり切って、はい、あのー、正月休みましょうよ。そうですね。えー、気持ちよくね。これだけ安らゆっくりスポーツ観戦のお正月にしたいなと我々は思っております。三十、ねはい、日はもう完全燃焼で、はい、えー、やっていきたいと。今日のゲストは神戸成功神戸コスティーラーズアンバサダー大畑大輔さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 それでは今週はこの辺で失礼します。また来週です。さよなら。さよなら。